まあもともと京都には中村外次という超名人の棟梁がいて、はい、まあ僕の父も存じ上げてたし、まあ大阪系の吉兆なんかをね作った平田棟梁もいて、関西の大工っていうのは超むちゃくちゃすごい人たちが昭和を飾ってたけども、まあ、でもその中村さんのところにいらした朝比奈さんや、はい、それから新しく入った三浦さんがね、はい、あの時三角屋という、まあ、もう一つの集団を作り、かつたくさんの材木を寝かせて、まあ、コレクションしていって、でかつ、まあ後でちゃんと訂正して喋っていただきたいのは、現場行かないでその中で一回作っちゃうと、で、ね、それを壊して持ってってもう一回組み立てる、はい、この工法は三角屋が作ったやり方なの？あ、ちょっとずつ前からどこにでもあったのかな？その方法自身はもう数寄屋建築をやってる工務店なら誰でもほぼやってますね。うん、でただ皆さん京都で、まあ、京都にたくさんあるんですけど、数寄屋工務店、数寄屋建築をやってる工務店の工場のサイズがやっぱり限界があるので、うん、ほぼ彼らがやるのは茶室程度の小さな建築なんですけど、うん、僕自身が20年前に独立した時にお金がなかったので、うん、郊外の滋賀の朽木っていうところでやっぱりまず出てしまったことがよくて、それはよかった。で今の工場も元は鉄工所の工場を引き継ぎましたんで、なのでまあそれは本当にさまざまな縁ですけど、大変大きな空間の中で仕事を始めることができたんで、今はですんで100坪の2層で2階建てであれば中で組めるんですね。ですので今言っていただいた建築する場合も内装する場合も基本はその滋賀の朽木で一度組んで、接種とともにチェックをして修正は当然あるので、修正は現場ではなくて工場の中でやると、で納得したものだけをばらして現場に持っていくっていうことをし始めたので、方法としてはどの数寄屋建築の工務店も採用している方法なんですけど、それを茶室以外に展開したのは、もしかしたら三角屋が初めてかもしれないですね。まあだからそれのクオリティと品と工法を、まあ、こういうものまで持ってこられたのだから、これも数寄屋だと思うんだけども、ちょっとその数寄屋っていうのは、まあ僕も日本の中のコンセプトの中でベスト3を挙げろと言えば、その一つが好きという考え方や価値観、あるいはメソッドだと思うんだけれども、これがなかなかやっぱり伝わりきらないんだよね、世の中に。で大体この数寄屋建築というのも、まあ、皆さん名前は知ってるけれども、じゃあその好きというのがだからどこから出てきたのか。でこれは定説がなくて、はい、まあ誰かを好きになるって好きっていうのもあれば、好みという意味もあれば、それからすくっていうのもあって、そのすくは紙をすく、それから土を耕すすきにすきで耕すすく、それから和紙をすいていく、はい、それから風が通っていく、光が通っていくすく、はい、みんなまあ好きなんですね。はい、だからある意味ではどこへ持っていってもそのことがついた状態のまま維持できることが僕は数寄の基本だと思うんだけれども、はい、それが数寄屋工法では一旦小さいところで小さくなくてもいいけど、三角屋結構大きいけど、そういうのができてもう一回崩して再生させるというね、はい、そこにもなんかね数寄の秘密あると思うんですよ。それは今言っていただいた中で最近自分がとても感じていることは、一度ばらして仕事したものを一度部材に戻してまた運ぶっていうことをすることは、今までどちらかというと場所に影響されない高い質のものが提供できるというか、ためにっていうふうに思ってたんです。でそれはまあ言うと京都市内でやることとニューヨークでやることが基本同じクオリティでいきますし、今現在は物を運ぶっていうことに対しては大変ストレスのない時代なので、そのことはかなり意識をしながら仕事来てたんですけど、今松岡さん言っていただいた通りで、単に運ぶっていうわけだけではなくて、部材にすることでこうある工芸的なものがこうパーツとして合わさったり、その可能性を最近つくづく感じることになってきて、ですので組んでばらしてっていうことで、そのまあ数を寄せるっていう方のすき家だったり、なんかそこの可能性を今後もっともっと追求したいなっていうのが今感じていることですね。僕はね、まあ、命とか生命というものは、はい、情報でできてタンパク質とかアミノ酸になってるんですが、はい、この形ができるっていう、まあ、設計図というかプログラムは、うん、特に遺伝子には書いてないんですよ。はい、もし書いてあれば同じ形ができるんですよ。ところがキリンとね、ミミズと我々は違うわけで、植物も全部違う。ということは一旦その遺伝情報に基づいて組み立てるところがあって、はい、それは建築のようにどこっては言えないんだけども、そこでテストをして逆に外の空間がこう逆鋳型って僕は言ってるんだけど、カウンターモールド、逆鋳型の空間、つまり三角形で作った何かを持っていくと、そこが町だったり森だったり庭だったりするわけで、はい、その空間がそこにこう押し寄せてこう逆の鋳型を持ってるわけです。でそこにスポッと入れる、これがね生命の秘密だと思ってる。だから実は全プログラムが遺伝情報でゲノム的に決まってるようでいて、それは素材と部材と工法の基本は決まってるんですよ。でも形はないんですよ。それはやっぱ空間が必要なのに、もう一回出してそれを受けて、これ風当たりが強いなとかね、この辺は北じゃんとかっていうようなことは頭で思ってるだけではなくて、まあ生物的にはニッチと呼ばれてるような場所の環境関数のようなものを受けながら、やっぱり生物はですよ作ると。で最後にそのなんかしましまにしようかとかね、ふかふかにしようかとか。モフモフにしようかとかっていうことも出てくるけども、必ずしもそれねゲノム情報じゃないんですよ。すごいですね。で日本という方法ということを、まあ、僕がある時から考えるようになって、日本が持ってる方法はそのかなり命生命とか文化の世界中のね、はい、本質の何かを持ってるなと思い始めたのはその辺からなんですね。そこからちょっとこう、まあ、さっきの例えば、縁側とか軒とかっていうものはどうして日本にできたのか、はい、つまり外でもない内でもない空間をどうやって作ったのかっていうようなことは絶対これから必要になるようになるぞと思い始めて、日本という方法を強調するようになったんだけれども、それは基本そこからですね。今のお話をお聞きして僕自身の今のどのようにも空間を作ってるかっていうのを少しだけご説明をすると、工場の中で建築的なものは一度組んでばらしてっていうまではずっとしてる間は、実は現場は空いてますんで、現場は何もない状態なので、そちらはそちらで建物を迎えるための準備をどんどんしていきます。で松岡さんが今言われた逆鋳型の方の準備を現場の方では別にやるんだ。同時に、そりゃそうだよね、同時進行してまして、でその全く真っ平らなものから起伏を起こして、部分的に石を配置して、建物と地面がフィットするように調整をしているんですけど、でそれをやっぱり同時で進めてるので。先ほど言われた環境の面とか含めて現場での逆鋳型の条件がこっちの方の鋳型の方にほぼリアルタイムでそこなのよね。ですね。でそれをやっぱりこういかにこう融通させていくかっていうのがやっぱり大変大事だと思ってまして、ようやく三角屋が建築だけ内装だけを受けてきたのから今はほとんど庭ごと設計施工で受けるっていうことじゃないと受けなくなってるのはそれで、やっぱりこう庭を進行させていく中で建築的な修正すべきことが随時起きるので、でそれを調整し終わったものを一箇所に寄せるっていうことは今松岡さん言っていただいた日本的な方法というものを持ってると思います。ということですね。かなり。だからまあ仮に何かこう注文があったとここに思い上がってここに何か茶室めいたものを作ってください。はい。で三角屋さんはこれを一回こっちへ持ってきちゃうわけね。そうです。でこれ全部割って組み立てて作るんだけど、もともとこれがあるわけだから、はい、でここもあるわけだから、はい、でその外には東とか西とか立ち木もあるわけだから、なんかこれを完全にこう基本的には全部組み立て可能なんだけども、この何かこの情報の流路の中に何かを受けながらこっちにもう一回行くわけじゃない。そうです。それは大きいよね。でね、それはね、日本の着物が一枚の布からできて、まあ、それを三宅一生さんみたいに全部エポックっていうね、はい、その一枚のクローズ布っていうもので再生するということができるけれども、ボディというのがあって、でそのボディは、はい、その街に行くのか部屋に行くのかパーティーに行くのか授業に行くのかというのはこれを持ってるわけですから、はい、結局そこがやっぱつながるんですよ。はい、でそのこととそのなんだろうね、まああまりこんなに割って言っちゃうのは言い過ぎなんだけど、ヨーロッパの例えばデザインというのはもともと空間がこうあって、はい、そしてここに壁がついてて石だとか、はい、モルタルだとか、はい、その漆喰とか、はい、だからルネサンスぐらいのところを想定するとそこにもこう窓があると、はい、その窓に絵画というタブローというものを考え出して、まあ、トロンプロイで考え出してこうやって引き出してくるんですね。はい、だからここから分かれていくんですよ。ところが日本というのはくっついたものを分けて戻してるんだよね。そうです。これはねちょっとヨーロッパとは違うんですよ。窓も違うし廊下も違うしアーチも違うしファサードも違うし、ファサードのデザインもすごいですね向こう。だけど基本はもともとの本体、つまり唯一神というか神の絶対的な支配におけるザ・システムと呼ばれるものにまず全部付随しているものが部分で出てる。でだから全部また戻っても部分になるんだけど、日本の場合これがこっち一回出てってこうなるからこれ自体が自立できるんだよね。それはねやっぱちょっと日本という方法の秘密だと思いますけどね。うん、あとはその日本っていうものがやっぱりつくづくこうやって仕事をしてると一様じゃないので、で本当にこうまあ、例えば家は南向けましょうとか、うん、ものすごい大きなルールはあるんですけど、でもその修正って本当に現場によって様々で、それもこう東北から九州四国まで本当に様々なので、うん、でそこのこう振れ幅の大きさ、うん、やっぱりそこのこう気持ちのいい快適な健康的な空間の作り方がもう本当に様々あるっていうことが、それはね国ぶりってずっとまあ我が国で呼んできたもので、はい、その国ぶりに一個一個別々の神様がいて八百万いるわけですから、はいはい、このように一発全部部分までいくっていうんじゃないんですよね。はい、一個一個の各地に国ぶりがあってそれぞれの神々がいらっしゃるので、そういうようなものでも一回こう社だとか祠だとかにしてこう離していくと今度はそこに、まあ、例えば襖なんかはそうですが、その国ぶりの何かを最後くっつけたくなるし、はい、取っ手にそういうものを残したくなりますよね。そうですね。うん、そのこう今本当に僕今松岡さんお話されたザ・システムっていうあるこう、まあ、黄金比的な何かがあるっていうものとはだいぶ違う、うん、こう本当にこう細かいことを発見しながら修正しながら対応させていくっていう制度が求められてるし、やはりこう一つの空間をこう作る時にでもこう調整ができるものがきっちりあって、本当にこう地面っていうのは起伏もつけれるし植栽も植えれるし、でそれとこう建築を作るっていう、こう内部的な空間を作るのとがこうきっちりバランスをする、そこの調整こそこう重要だなと思ってますね。今度これがまあ YouTube で出る時までに本がなってるかどうか分かりませんが、はい、まあ講談社でそういうまあ日本についての本を出すんですけどね、はい、その中で強調したことの一つに、はい、まあ日本のその神々っていうのは最初高木三神っていう高見結びとか神結びのたった三神だけが出てきて、はい、なんかオーダーは言うんですね、頼むと、はい、だけどそれを受けて5神目まで来た時に国と子たちの神っていうのが出てきて、立てることは全部引き受けますって言って、そういった瞬間にこのディレクターだったプロデューサーは消えちゃうんですよ、はい、日本神話から、はい、でそれは河合隼も気が付いたことだし、ロラン・バルトも気が付いたことだし、まあ、文化人類学的には有名な話なんですね、はい、このようにゼウスが最後まで残ってないと、はい、ヤーウェが残ってなくていなくなるんです、はい、でその中で国と子たちの神が立てるっていうことを考え出して、はい、その村建てとかですね、国建てだとか、要するに建てるという、まあ、社を建てるとかのあの立つですね、その時にじゃあ国と子建ての神は何をするかっていうと、全部は作らないんですよ、はい、そこにある大事な木を選ぶだけでまた去っちゃうでその上でいよいよ、まあ、さっきの久住さんみたいな大工さんが登場してきて、はい、組み合わせる、はい、でそれで各地に別々の国ぶりも生まれるし、まあ、例えば三州瓦は別のね、三州の土地の瓦になるし、焼き物は楽焼きだと鴨川の三種は土だったり、信楽だったらあそこの土になるっていうように全部国ぶりが変わるようになってるんですよ。だけど出来上がったものは囲いであったりお茶碗という、まあ、分類可能なものなんですが、はい、そのいきさつではね、一個一個なんか去っていってる。だからなんかね、久住さんのところに何か全てが残る可能性が高いんですよ、うん、瓦職人に全部のものが出てくる、それは名人であればですよ。そうですね、はい、うん、あるいはそれがお茶碗を作る人にも全お茶の歴史が出てくる可能性はあるんですよ。ここは出てくるけども、また上がトップが偉いっていうふうになるんだよ、最後は。そうですね、うん、それは多分今松岡さん言っていただいて、やっぱり本当に気づきました。久住さんの中にいわゆる職人的な技巧の高さ以上に大変多様なものが寄ってた。プロセスが全部ね、反映してますよね。それもこう本当に今言われた国ぶりごと名人と言われた久住さんのところにこう寄ってる。でそれにやはり自分自身が惚れ込んだんだと思います。今言っていただいてよくわかりますね。でやっぱりあとはせっかくこうやって松岡さんとお出会いさせていただいて、こうとてもこういい関係を今築かせていただいているので、やっぱりこの先に自分自身が今よりこう国ぶりであったり、そのこう場所でこうほとんど表面に出てこないようなレベルまでこう掘り込んで、で少しでも形にしたり、こう人の目に見えるものまで少し上げるようなことができれば、先ほど自分自身が築いている国ぶりの多様なことをより多くの方に感じていただけると素晴らしいなと思うんで、でそれがその時々やっぱり地方行ってその地方でその町で一番の家のいいお家を拝見した時に、そうなんだよ、各町にはそういうね、あ、これはこの村全体町全体なんだっていう家があるよね。ありますね。下手すると今記念館になったりするんでちょっと残念だけども、でもお住みになってる場合もあるしね。そうです。でそれがその家であったり、あと旅館っていうのもありますよね。あります。でそこの時に僕がやっぱり自分が京都の人間で京都で生まれて、今こういう仕事をしてるんですけど、やっぱりこうとても自慢げにこの家を作ったのは京都の職人なんですっていうのを時々聞くんですね。でその時にやっぱりつくづく、まあ、京都っていう場所がその日本の木造建築っていうことでいくと大変先ほどの名人と言われる人たちがいて、地方の多様さを引き取ってこう形にしてきた人たちがいた場所なので、なんかそれを自分自身が引き継げてるとしたら、やはりこうその土地のこう消えかけているものにもう一度形を与える。それはぜひぜひまあきっとやるとは思うけれども期待しますよ。